はい、ケンタッキールートゼロ続きをやっていきたいと思いまーす久々だなえー、っとアクト2の終わりからいきましょう続ける <laughs> エンターテイメントプレイザ・エンターテイメント 前なんか博物館みたいなのを行ってたもんななんだ人がいるな飲み物があるお<う>喫茶店バーか<ん>まったく暑すぎるぜこの中は涼しいわまあね 外はバビロンのようだけどまったくその通りだま中は涼しいなまるでオアシスよテッドは一体どうしてるかしらえスラッシュ C? なんだろうあっちではみんな待ってるそうねきっとテキサスには行ったことないけど ああそうさみんなエアコンがあるんだ寒すぎるくらいエアコンでいいのかなあれ7月でさえホテルにいるのよホテル生活ってやつかそりゃいい暮らしだ良すぎるかもねだって何が彼を止めるっていうのホテルのバーで誰かスラッとした人に会って ないよ。っドはいいやつだうん。わかってるわ。あいつは。浮気したりしない。きっとそうよね。ちょっとってうん。今日はビールないんだ。ハードタイムウイスキーだけ。 それしかないのなんか知らんけどアレックスが反応した地元のそうね直に配達してもらってるのああ彼らの一人を見たことある従業員をハードタイムすのなんで 聞いたの彼らは妙だってよく働く連中だよそれに彼らはいいウイスキーを作る人のことは言えないだろうそうねん誰様よね言える誰でもないよなんでこんなにパンがあるの何やこの話サンドイッチ用 レインズ法ってやつそっか。あなたが休んでる間に古い分は悪くなっちゃったってわけサンドイッチが。腐ってる間、楽しかった俺のこと知ってるだろスイッチ切れなくてさ。7日間ビーチにいて、頭の中にあったのは、仕事のことだけ。知ってるだろ 新しいキッチン新しい案内係を雇うとかいいだろう案内係どん底でそれは行かれてるわなんか変な会話やないやそんなに行かれてないよ行った先でバーに寄ったんだそのニューオーリンズでそこに案内係がいたんだよ しけたバーだぜ。店席に案内してくれて、それでその、わかんないけど、今日のスペシャルとか教えてくれてさ。ここでも毎晩何かスペシャルを作れる。ドリンクのスペシャルいいわね。カクテルとか違う違う。ああ、ご飯のだよ、スペシャル。月曜の夜はチキン。わかんないけど、うん、焼いたチキンとか。 シーザーサラダとか格を上げるのさ。言ってることわかるベースがいたら喜ぶよ。ベースに乾杯。そうだそうだ。じゃあ俺も一つ。ベースに乾杯。良きクリスチャンの女性。良きクリスチャンの女性。そこの角にいる 飲飲んんだだくくれれは何飲んだくれ誰にも迷惑はかけてないからだいぶじ長い時間いるのあ俺のこと見てんのか回転してからずっといるよ思うにそれよりも前に始めたんじゃないかな叫びたりってことね道端で寝泊まりとかしてるのかしらねえまさか テッドもうなんてことはないよテッドはちゃんとしてる誠実で好かれてて好かれてるけどでもあいつは人に好かれる営業には合ってるよハンマーの販売よ信じられないわ誰かが売らなきゃなハンマー ハンマーも一人で自動的には売れないものね。もっとももっとも。ただ、つらいのよ。テッドがいっつも出張で。みんなつらいもんだよ。一日中何したらいいの飲むしかないわね。ああ、ここに来ればいいのか。そうそう。 俺はそうしてるよ安いドリンク会話それにエンターテイメントそうだ、うん、今夜は何え今夜はああジューンバッグだならもう少しいるわテレビかな 音楽が必要なのテッドから気持ちをそらすのになんかロマンチックなものわかるでしょ世界が若かった時からのラブソング何時から ?8 時頃かな多分じゃあゆっくり飲ませてでないと聞きながら眠りこけちゃうなんか変な会話やったなこの人たちまあ、けどまあ なんちゃない、会話をしてるな。あ、やっぱ、あれか。テレビ番組のことか。そう言ってたのって。周りって、他いるんかな、あ、結構。結構人いたわ。映画館。見事、ウェイクフィールドエンターテイメントで、め、名言、バッファローストリート。大学劇場で行われた、今回の初演は。 好奇心をあおるものだった地元の作家によるマイナーな演劇が2つ同時に舞台で演じられ舞台装置デザイナーのメモ第2幕サウンド9さっきやってた変な恐竜の番組に戻していいでしょあいやああいう歴史の番組ってわけわからないこと多いからさ やこれこれは,これは少ない観客を困惑させ喜ばせた結果目を離せない時にまとまらないドラマが借金と不正直にまつわる社会的病を語った特筆,特筆すべきは何といってもパール・スレイドを演じたサラ・ウェイクフィールドの「 パフォーマンスだろうこれはこれでなんかあれか舞台のことを言うとるなドリトとはよほど変わり者だったのだろう脚本家の多くはテネシー・ウィリアムズや友人・オニールしかり劇のセリフと同じくらいのエネルギーを舞台装置に関する正確な描写に費やすのが普通だ SE5「SE 遠くのハイウェイ」自然番組 ドドドローン、ドアアがが開く。ドアが閉まる。SE 番号を言ってんなこれ SE ってあの音のやつだよね番組ってわけわからないこと多いからさ個人的には自然番組の方が好きだななんだこの世界なんかとりとめのない会話をずっとしてるわ。 終わりが来るのかこれなんかここはずっと舞台のこと言ってるしなエクジットを見るわけでもないのかこれは舞台装置のことを言ってるよな終わった。 お全部終わらせてったら進むかえっずっとこの人たちはなんか近所の話をしてるよなまたあのベースのことを乾杯してるわ。 また自然番組の話になったお？こんにちはハリーあら人が来たパールって人が来た年寄りの連中は来てる俺とイブリンだけだよ朝はずっとこんにちはイブリン それとあ,あの隅にいる酒飲みと。早いわねパールあなたの。あなたのご両親は大抵夕方まで現れないでしょ、5時か6時くらい。いろいろ大丈夫かい。ああえ、ありがとう。ただ少し話すことがあるだけや。まあ、ここにかけて、変な恐竜の番組でも見ましょう。一杯大ごるわ。今日、ハリーが出せるのは限定で、ハードタイムスウィスキー。それしかないの あそこはいい。あそこはいいウイスキーを作るよ。そうね。でも、知ってるでしょ、噂で。噂は噂だよ。私の伝票に、つけておいて貼り。パル、運転してきたかいうーん,、うん、まさかそんな。ねえ、聞いた ?1 ガロンにつき、40セント近くまで上がったって。ひゅー。早晩で上がったから、歩いてきたの。この暑い中まだあそこで働いてるのかいあと、 エース・ジュエリアン・ドローン。1962年から週 6, 6日、堂々と尊厳と引き換えに近道を売買して一筋。少なくとも、日曜は閉店するだけの経験差はあるのね。ジョーの場合おそらく二日酔いが理由かと。両方ってのはありかな。まあ何にしろ私より仕事はあると思うわ。工具店では客足がまばらなんでしょうね。まばらどころじゃないわ。 それでテッドがハンマーを売り歩いてるの。クオリティハンマーを品揃えに加えるのを検討されることはありますかうちでも切り替えるたのは最近ですがそれから収入は3倍になりました。いやいやもちろん喜んでお宅の素敵なお嬢さんたちと夕食をご一緒に。イブリン。ほら男は旅路で一人寂しくなるものでしょわかってるわよ。いやー。 ハリーあなたも旅行してたんでしょああ、いや、この人たちの会話なんやねんなんか近所の話がちょっと盛り上がりを見せてるけど。こっちはもう終わったな、演劇の話は。うん。もうサウンドの終わったな。この井戸端会議聞いとるしかないんかいな。ああ、いや、ニューオーリンズまでね、ちょっとした休みだよ。バケーションね。アイデアを探してたっていうか、プールだかビーチだかのこと。 彼女にも教えなさいよエブリン素敵な響きねそれに案内係のこともしつこいと打ち切りにするぞチューン <laughs> それでプールにそれともビーチそうだよハリーどっちに行ったのまあ1週間休みでリラックスして帰ってきたってわけだ 言っちゃ悪いけど、それでもまだストレス溜まってる感じっていうか。はは、もともとそういう顔そうだよ、どうせ。もともとだよ。あなたが町を離れるなんて聞いたことないわ、ハリー。この場を離れるのさえ、聞いたことないわ。あ、いや、たまには出かけるあの古いトラックをまだ運転してるのどうだっけかな。あれは確か最終的にけん引されたんだったか。そんないい加減な。 それはもう何年も前のことでしょ、ハリー。今はどうやって出かけてるのそれは、えっと、バス乗ったりとか。歩く歩いて行ったのニューオーリンズにも。ほどほどにしろよ、イブリン。シュン。そういうつもりじゃなかったの、ハリー。ハリー、本当に、ニューオーリンズに行ったの二人して一体、何だってんだよ。ごめんなさい、忘れて。 彼女だってきっとそんなつもりじゃないわよ構うのはやめて飲むの飲むのに戻るからさなん <laughs> なんやこの人らエンターテインメントに備えないとねあら今夜は誰今夜はジュンバッグよジュンバッグよそれは嬉しい8時頃かな多分じゃあそれまでいるわ少し悲しい音楽が必要だからここには心を打ち砕きに来たの今なんて 夢をくじきに一体何の話をしてるんだお父さんとお母さんにバーの付けのことで話しに来たのよもう私はこれからは払わないからっておいちょっと待てよいいえもううちの年寄り連中とは縁を切って西を目指すのえー、そうでしょ何にしろりは借りだよハーリーごめんなさいあなたの立場からは利害関係があるのわかるし あなたの、あなたを被害者にはしたくないわ明日までには何とかさせるからきっといやそうじゃなくて仮に関してのことはわからないというか彼らがいつええ生産されて呼び出されるのかどういう意味この右の人の両親が借金してんの俺は何も言えないけどでも借金なら知ってるわハリー 一日中見てるもの私の周りの中に灰色で濃く霧のようにある私の吸う空気の中にもある七夜ではね今度新しい金融のテクノロジーを導入したの私はその親善大使、知ってた新しいテクノロジーね新しい種類の借金よイブリンそしてそれはめちゃくちゃどういう意味だい 新しい種類の借金って質屋の商売って何をしてるかわかる抵当貸し私たちは中古品を買い取るんじゃなくて個人財産をローンの担保として預かってるのそしてローンは返せなかった場合預かったものを売るああそれはわかる他の手段で融資を受けられない人にはいいシステムよねまあね ハーディンはそこで新しいことを考えたの。彼は給料日前払いって言うんだけど、でもそれは単なる短期無、無担保の、とんでもない金利のローンなわけ。おお、金利ローンね。何の審査もなくって、借りる人のほとんどは返済できないのよ。それで彼のところには大きな借金の山ができて、書類上では利益になるわよね。それで銀行にその借金を売れるってわけ。はい、誰がそんな風に。 借金してるんだい誰だと思うのジョーが私を担当するってことは皮膚の色が濃い店員は私だけでしょそれだと思う違いないわご覧ください私はあなたと似てるでしょ信用して大丈夫ですよ でも、ジョーは期限までに返済できないって知ってる。貸付さ、ん貸付はさほど儲からないけど、氷貸子は儲かるってことも。それは聖書にある。彼の桜にはならないわ。もう少しだけお金を貯めてそうしたら、カリフォルニアに行くの、私ちゃんとした店員になる。信用組合か何かで、何か論理的なこと。 まずそうする前に年寄りの寄生虫をなんとかしないと金の借り手にも貸し手にもなるなま私の付けは大丈夫よね確かいや結構たまってるよスレイドけほどじゃないがでもねえハリーあなたに何か借りがあるとしたら握手とこれから 注いでくれるウイスキーくらいよねこれは俺のおごりってことにしようパールそんなん払えるわよ今日のところはおごらせてくれよこの人たちみんなあれか夕食人種ってことか帰ったばかりの人にしては現金に関してずいぶん細かいのね飲み干せよりブリンどこか他で椅子を見つけて沈んだほうがいいんじゃないか 座ってる下から生産されないようにちょっと外すわもう少ししたら戻ってきて野楽野楽蔵者を2人ほどがっかりさせるわ私はエンターテインメントを見るまでいるわ追い出しゃしないよでも言ったことを覚えといてくれなんか変変変というか海外ドラマを見てる感じになったな途中話の内容とか まあこの人たちはあれね黒人さんってことかな。色が黒いとか濃いとか言ってたもんな。そうね、ちょっと翻訳がね、残念ね。まあけど翻訳が残念だけど、なんとなく桜井がわかる範囲で意訳していくよ。意訳していくとなんとなく海外ドラマの会話みたいにはなる。あ、お客さん増えた。 マネーージャーになれる人材っって彼は言ったのよこの人たちも黒人かそんなことをスーパーのレジ打って11年になるんだから全くその通りよその通りだな私には責任感と信頼性があるってマネージャーになれる人材彼はそう言ったわ3ドルまで給料を上げてくれるかもなきっと4ドルよ 責任を考えてヒュー今日パールを見かけたかあこれご両親か一日中働いてたんじゃなかったかしら確かあいつは普段は朝は働かないはずだがスレイ時計の女は揃って昇進だ多分別のシフトで働いてるんじゃないかしら七夜での朝のシフトって一体どんな感じだと思う ブラックコーヒーに、ね、と絶望 <laughs> お祝いをしようハリーもう一杯ずつ家族の中で二つ昇進があったことをお祝いするんだ今日パールと話したかいあの子は一日働いてたからあんたら二人を探して さっきまでここにいたよ戻ってくるってさ彼女と話までペースダウンして待ってるといいお祝いをしてるんだよもう一杯ずつよこせたことかペースを落とさないなら感情を払ってもらうよなんでそんな突然お感情の心配をしてるの日射病院でもなった そうよねもしも海とプール両方から同時にお日様が反射してたらそれは2倍眩しいわよねイブリン向こうでワニとか見かけたかいニューオーリンズでああ <laughs> ワニなんてそこら中にいたよ沼地だしそうね確かニューオーリンズは沼地よね大きい砂っぽい沼地で プールががあってて案内係がいてなんだと飲み物出してよハリーもうイブリめっちゃ酔っ張ってんなジューンバッグがそろそろ来る時間だしそれにそれに受け入れる気分になりたいわ分かったよだでも記録はつけるからな生産がいつか起こるんだ皆さん聞いた生産のこと初めて聞いたわ どうしたんだよハリー支払いに困ってるのか帳簿を何かつけ忘れたのかいそんな馬鹿げたことを言わないでくれここ10年自分で会計をやってこの場所を何とか一人でやってきたんだベスがいなくなってからあんたらがつけを重ねるのもただ許して飲み潰れて沈んでいく沈んでいくまで多めに見てうちの人はそんなつもりで行ったんじゃないのよハリー そうだよ、ハリー。冗談で言っただけって分かってるだろ。なんか、ろくでもないな、この、な、パールのご,ご両親か。ああ、分かってるよ。冗談だって分かってる。さあさあ、飲みましょうよ。ろくでもない奴らが集まってんな。ふん。じゃあ、ペースを緩めないと。ハードタイムスの酒は回るのが早い。 あそこの隅にいる飲んだくれみたいになっちまったらたまらないからな私にはもうわからないわ何か原料に秘密があるんだって聞いたよそれが秘密の過程とか何だったか熟成させる木の中に何か含まれてるとかねそう何かおかしなものがその木に含まれてるんだ飲んじゃいなさいよラリーラリーって呼ぶなよなんだかすごい年寄りに聞こえる はいはい、銀ギ,ギツネさん。おい、こいつめまあ、許しておこう。もう一杯行くか。うーんー、金曜までお給料出ないし、今日はまだパールを見てないから。あいつが戻ってきたら払うからいいだろもう多分いないと思うよ、この町に。ぎこちない脚本、しかし名演技。バッファローストリートで大学劇場にて。 現在上映中の劇エンターテインメントは登場人物の数々これ今舞台見てたのジェームズ・ B ・キャリントンは彼らキャラクターのそれぞれに興味深くなりうるだけの奥行きを与えているそうだよねこれ舞台を見てる観客だ物悲しいバーテンダーハリーを演じる江戸川・フォイの演技は観客を納得させるがその役柄はその自体役者が。 力強く演じられる類のものではない観客は彼を憐れむがそれがなぜだかよくわからないままだキャストの豊かなキャラクター描写にもかかわらず火花が散る機会は一2度しかないゾーイフックルイビル・タイムズこれ舞台の評論だでこれは舞台を見てる人たちだでこれは 舞台のの操作の人は、劇のセッティングを現代1973年にするためにパールとイブルそしてハリーが会話をする中でガソリンの値段を調整する必要があったパールの仕事の説明に関してもいくらか調整することにしたレインズ法に関するセリフについてはドリトルの時代でもどちらにしろ昔の話なのでそのまま残しておくことにした2本のドリトル作品を1本にまとめたという意外で最も大胆な変更は何だかと聞かれたら 題名を変えたことだろう個人的には新しい題名は生産と飲んだくれにしたら2つの題名を取り合わせどこから来たか実に明確でいいと思ったしかしキャリントンは寂しさ寂しい皮肉さをとってエンターテイメントとしたジョフジョセフ・ホイートツリーはあ第3幕サウンド9あ,あこれあれだ台本の上に書いてるどの SE を使うかってことだ あのトガキに書にいてるんですよあの音響さんとかがそのタイミングでこの音楽を流すとかこの、えーえー、なんだろうこの効果音を出すっていうタイミングをねあの舞台の演出家の方とあの練習しながら決めてリハーサルとか場当たりとかして、えー、そういうのをやってるおまあ音声聞きでその SE とかをが書いてたってことか。 ああパールを当てにしない方がなんてことに口を出すわけ私たちの娘よ寛大さにも限界があるかとあいつが何て言ったのか知らんがスレイド家は信用に値するこの家族はちゃんと面倒を見合うんだそうよちゃんとね あの子が戻ってきたら支払うんだから早く戻ってこないとなじゃなきゃエンターテインメントを逃しちまうぞハリージューンバッグはもうついてもいいんじゃないああアーティストって連中ってのはこういうもんだよいいエンターテインメントだけど常に遅れてくるそれにしてもかなり遅いなあ,あバンドでも来るってことかなエンターテインメントって そのジューンバックっていう私たちは待つわお祝いをしてるんだそうよそうよ誰も深夜にかかってくる汚染地な電話なんて期待してないしそれにかけてきたら鳴らしとけばいいのよ浮気者イブリンこれで終わりかいハリもう一杯ただちょっと音楽を聴きたいだけ それがもうすぐ来るといいんだがなどういう舞台だよこれまあこういう舞台あるよちょっと難しいやつ私この歌大好き一いつでも聞いたことないわ ラブソングよ。バレンタインの話。そうなんだ。恋に落ちたことはあるないわ。私もない。え、テッドがいるじゃない。ろくでなし。イブリン。テッドを愛してるんでしょあいつはろくでなしよ。出ずっぱりで。<laughs> ハンマーを売りながら店の女の子にも手を出してる。そんなことないでしょう。そうだったらいいと思うわ。 そんななこと思ってないくせに本当よそういう意味じゃなくて彼はろくでなしだけどでも家族だったら一緒に頑張らなくちゃってこと時には死ぬほど辛くてもそうなのどうしてそうしなきゃいけないのよなんでこの歌大好き自分がいない方が彼らのためになる場合は私の家族はお金の管理がもっと上手くなるかも 程度もそうしたららわわかないわ誰か別の人と出会うとか彼の場合はないわいい人だからあなたは、うん、望んでるのは寄生中から解き放たれることだけ私はね自分のお金を持ってて自分自身の借りを払ってバカなこと言ってないで私に飲み物をおごって何が欲しいの私が欲しいのは 愛する夫と一緒に工具店を経営することよイブリンウイスキーが欲しい欲しいのはそれだけそれとラブソングこういう舞台あるあるあるようん言ってくれればよかったのにそうだねパール何か言ってくれればよかっただろうに何も言わなくったって わかるでしょ、父さん。私たちを放っておいて、重ねて借金をさせてさ。お祝いをしてるんだよ。パール祝福パーティーであるべきなんだから、ニュースを聞かなかったのか。ラリー、やめてよ。じゃあ、お祝いすればいいわ。別に止めちゃいない。でも、その支払いはしないってだけ。お前の母親がマネージャーになるんだぞ。じゃあ、マネージャーのお給料で。 つけを払えばいいじゃないそれはまだ母さんは言われたんだぞマネージャーになれる人材ってお前はじゃあどんな人材なんだパールことによるとボスがボスが言ったのはもしかしたらって話よ私は汗と血とビールで生きてる人材ようちで育てられたそのままのまったく奇妙なことを言いやがる ああ、俺の手は切れて傷だらけだがな。お前はローンかかりんで、お前の母親はスーパーのマネージャーなんだぞ。やめてったら、ローレンス、まだ決まったことじゃないの。まだ決まってないだとオニールに昇進を言い渡されたってのに、一体どうしてそれを言わないんだよローザ、あいつがお前になんて言った。思い出せ、あいつはお前になんて言ったんだ。言ったのは。言われたんだろ言われたのは。 ことによるとそのうちって。ことによるとそのうち。ことによるとそのうち。マネージャーになれる人材、頑張ってねって。ことによるとそのうち。遅かれ早かれ、頑張ってね。どう思う父さん。黙れ。まだなんとか支払えるわ。ただもうちょっと時間がかかるだけで。 また探すべきだないいから一緒に座りましょうラリー音楽が始まるのを待ちましょうよ嫌なことは忘れてそうだなお祝いできるわそうだなスレイド家の女は偉くなるんだいつかね <laughs> なんだかこう,こういう芝居あるからんとも言えないな これだけ遅くなったら、彼女はもう来ないよ。ジューンバックはどこどうなったの、エンターテインメントは。言ったろ。これだけ遅くなったら、彼女はいつだって来るわ。特に何もすることないし。感情を先に、払っておくかい。バカなことは言わないで。怒らせるなよ。 私がおごるわイブリン水なんか水なんかどうだいそれでどうかなお開きにするってのは今何時この歌大好きなのリラックスさせてくれるプールサイドの太陽みたいにワニでいっぱいのビーチで <laughs> もうイブリンありーー言葉に気をつけて ベンスが聞いたらどう思うよきクリスチャンが。ガッデム知るかよ。俺がニュー,ロユーオーリンズに行こうか行く前か勝手だろうが。<laughs> きっとそんなつもりじゃなかったのよ。俺は暗闇の中で一人座ってたかもしれない。それがお望みなのか、イブリン。聞きたいのはそういうことか。暗闇の中で自然番組を見てたとか。ただ俺とシカと、そしてワニとそれと恐竜だけで。 ハリーの箱舟だよ、イブリン。二頭ずつ、洪水から逃れて、旧品位に入るんだ。彼女は酔ってるだけよ。全部俺の金でね。まあ、これから生産がやってくる。あんたら全員に、ここに居続ければそれがわかるよ。ハリー、一体。 何のの話をしてるの生産って何もう一曲ラブソングを聞きたいわはいじゃあ一旦ここで区切りたいと思います何だこのよくわからん芝居なんとなくさあのー、翻訳が所々微妙なのでまあこういうお芝居桜井見てきたことがあるのであの えー、小劇団のね、お芝居とかでさ、あの、まだ日本で上演されてないものを、あの、劇団員の人が頑張って翻訳して <laughs> 演じている舞台とかあるんですよ、たまに。そういうのを見てきたんで、ああ、こんな感じかなと思って <laughs>、なんとなくお芝居しながらやってみましたけど、まあだからそれっぽく、なんとなくお話は分かるようにはなったと思います。あと、威訳しながらね、えー、やってきてますが、ケンタッキールートゼロ、なんだ俺は何を見せられてるんだいきなりこんな、 あの小劇場の芝居みたいなのを評論して見てる人といい舞台を見てる人といいなんかよく分からないですがはいエンターテインメントという舞台を見ている手ですねケンタッキールートゼロこのゲームはどこに行くんだろうただ見せ方としてはちょっと斬新よね途中で気づいた時に「ハーッとちょっと思ったからな生産は多分あまあその別の意味合いも含まれてるのかもね あの単にお会計この,この店で支払ってるツけだけではなくってあのここにいる限りそり人間関係の生産とかさ、えー、人生を生きる上で、えー、生産しなきゃいけないタイミングが必ず来るっていうことなのかもしれないそのあのハリーさんにとってはそのなんだベスが奥さんのだよね話的に出てきた奥さんがもしかしたら出ていったのかもしれないし。 で何本当にニュ,ーニューオーリンズに行ったのか単に自分の家であの引きこもってそのテレビとかを暗闇の中で見てたんじゃないかみたいなことをイブリンが言ってたから、えー、ハリーにとっても生産をしなきゃいけないタイミングが来るのかもしれないイブリンにとってはその旦那さんのテッドテッドとの何とも言えない関係を生産する機会が来るかもしれないでこのパールさんにとっては、えー、両親との関係を生産するかもしれないそういうのがいろいろ混ざってるんだと思います。はい 桜がざっとと考えた感じだとねっていう何とも言えないテーマの舞台ってあるんすわ。<laughs> はい。というわけで時間がちょうどいいのでこの舞台は一体どこに行くんでしょうかわかりませんが、えー、一旦ここで区切りたいと思います。ケンタッキールート0。よくわからない舞台を見せられています。続きもよかったら見に来てください。ではでは。